それでは出場する選手を連携で紹介します。ディレーン、スミさん、愛知教育大学。3レーン、林さん、岐阜聖徳大学。4レーン、高山さん、静岡常葉大学。5レーン、馬場さん、愛知名城大学。6レーン、小引さん、愛知教育大学。7レーン、山本さん、岐阜大学。8レーン、伊藤さん、愛知東海学園大学。10レーン、小平さん、愛知東海学園大学。以上、8名によりまして、女子 200m 競走決勝スタートです。スタートしたのは女子の 200m 競走の決勝です。鷲見さん、林さん、高山さん、小山さん、小引さん、山本さん、伊藤さん、小平さん、さあ、まもなく残り 100m 直線に入ってまいります。7レーンは岐阜大学山本さん、2レーンは岐阜聖徳大学の林さん、実際は24秒90を示しております。まもなく速報がご覧ください。